音楽の方が好きだったんですよね。バンドやったり、まあ、音楽作ったりしてるんですけど、やっぱ好きすぎると距離感が近すぎちゃって捨てれない部分がたくさん増えてきちゃうんですよ、きっと。好きすぎないからこそ伝えられるものがある。ブレイクビュー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。アーティスト山脇浩介、国内外で展覧会を多数開催し、映画で美術監修を行うなど多方面で活躍する彼が、油絵と出会い描き続けるもの。最初人だったんですよね。でもなんかこうしっくりこなくて、その人を描くっていう、個人を、ただ人を表現するっていうそのもの自体はすごい興味があったんですよ。人間自体のアイデンティティを表現するのに動物ってすごい適してるって思ったんですね。知らない人も含めて、人が人を伝達する時に、あいつ猿みたいじゃんとか、共通言語っていうかアイコンになるようなものなんだなってその時に思って。動物の姿を借りて描く人の尊厳、そのために彼が大切にしているもの。瞳っていうのが僕はもうものすごい永遠のテーマっていうか、目見るのってすごく緊張する時もあるし、ごまかしは効かないから、よくいつも思ったのが、バンドマンと会った後、その人の音楽聴く前に大体、あ、この人はこの音流すだろうなみたいな、なんか分かるんですよね。でそれってもうなんか目に出てて、いい輝きを持った瞳を持ってないと多分ダメなんだってなんか思って。瞳と対峙することで自分自身と向き合ってほしい。そんな中、世界を襲ったコロナ禍、自分に描けるものは、自問自答の先に見えてきた新たな視点。海行ってる気分でも味わおうみたいなふうに思って描き始めたんですけど、そのまま海を描くことあまりできなくて、自然とコロナの前の記憶とか、いろんなものが勝手にコラージュされてって、これってなんか自分の奥底になんとなく描いてた風景なのかなみたいな、その時は思って。描くのが動物でも人間でも、表現したいのは内なるアイデンティティ。そんな山脇浩介が見据える未来とは。いつまで絵描いてんのかなっていうところで、絵描いてんのも今たまたまだし、たまたまって言い方あれですけど、何かしら表現はしたいんですけど、なんかその過程に絵があるってだけなんですよね。俺はこうって決めちゃうとそっから動けなくなっちゃうから、だからそういう意味でたまたまなんだって、まあ、いや本当に本気でやってるんですけど、本気でやってるんですけど、たまたまなんだって。美を次の世代へ、27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週はアーティスト家田美香のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。